はい、ということでですね、こちらの方が、さあどなたでしょうかって簡単な自己紹介お願いします。はい、森崎義行、千葉県出身、元サッカー選手、元スーパースターでそして渡辺敦雄の弟でございます。バムファミリーの一員ということですね。はい、イギリス船橋、高校選手権の得点王であって、はい、元ジェフ柏原の選手でございます。現在は現在は千葉県の八千代市の方でサッカースクールと、ジュニアユースのチームを持って、それで150名という保護者で、やっております。キンキンでもなくていいんですけど、はい、年が明けたくらいに、はいはい、またちょっと我々の方に出てもらえたらなと思いますがバブと、はい、妻千秋さん、千秋さん、はい、用意しますのでぜひよろしくお願いいたします。森崎義行さんでした、はい、どうもありがとうございます。ということですね、今日は千葉県某所に来ておりますが、千葉県といったらあの人、あの方でございます。といってもですね、こちらの方はおりませんので、こちらの方とこちらとこちらということでですね、いらっしゃっていただきました。どうぞ。こんにちは、ロブです。みんなです。あれれれれということですね、今日は千秋ちゃんと初登場の渡辺いいなちゃんですね。バブと千秋ちゃんを掛け合わせるとこんな感じになるんですね。そうです。はい。バレーボールやってました。ね、あの名門、あの学校でやっておりますですね。最近は動画の方にはなかなかいらっしゃっていただけないんですけれど、お忙しいようで。はい。おかげさまで。新五郎ソーセージ、はい、絶好調。頑張ってます。何でしょう。買えるんだよね。買えます。けれど。けれど、今ちょっと欠品になってます。欠品になってるって困っちゃいますね、それは。でも、そうね、年内はちょっと難しいかな。そうですね。もうちょっと暮れになれば大丈夫だと思います。お年賀とかでは。ちょっとお歳暮はちょっと難しい。ああ、なるほど。はい。どこから頼めばいいんでしょう。楽天です。はい。楽天で春五郎ソーセージって、はい、検索してもらえたら、はいはい、まあつけときますこの下に、はい。よろしくお願いします。で、何か通信欄に書いてもいいですか。はい。大丈夫です。おまけです。おまけがあるかどうかは今まで頼んだことがある人だけはわかるんですけど、はい、FUG、はい、FUG 見てますとか。はい。FUG で見ましたって言ったら、いいことがある。あります。かもじゃなくていいんだ。あ、絶対あります。あ、本当。はい。そう。はい。ずっとね、毎日買ってくださってる FUG のファンの方もいらっしゃるってことなので、はい、そういう太いお客さんになってもらえたらなと思います。はい、バブは最近元気なんですか？バブはですね、元気です。金曜日はだいたい飲み会で、金曜日は飲み会で、土日のどちらかはだいたいゴルフ、はい、ちょっと年末になるとお付き合いの感じ。なるほど。小さい止まったボールを追っかけてるんですね。そういうことです。ゆいなちゃんは今はおいくつ？21歳です。本当？これからも YouTube に時々出てもらってもいいですかね。おじさんが多いのでちょっとアシスタント的にまだお金出せないんですお金出せそうなおじさん集めます、ね。はい、よろしくお願いします。その時には、はい、コラボの時とか来てもらえたら、はい、コラボやるの。そうなんですか。コラボするの。キーパーの人とか。なんか、じゃあ、彼氏か。
あ、いるんだ。残念でした。彼氏はいるそうです。70cmですからね。そうだね。あなたは自称155です。でも態度は190ぐらいです。はい。小さいけど大きく見える千秋です。でも娘170。170あります。でも今度そのアスリートの育て方っていうのでお話を聞きたいなと思って。はい、いいです。ここまでで十分です。はい、なのでねまたほらゆなちゃんいるから女子スポーツの話も。はい。千秋ちゃんに聞けるじゃないですか、はい、私の経験も含めて、はい、ぜひその辺のところもですねオフになったら聞いていきたいと思いますので、はい、今日は千葉県某所に訪ねて来た甲斐があったかなと、はい、ぜひ皆さん何よりもね僕は春五郎ソーセージのファンですので、それを、まあ、今コロナで外で歩けませんけれど、まあ、来年だったら、はい、ぜひそのイベントの時に、はい、キッチンカーで来てください。はい、わかりました。シンゴロスについて2人で行きます。あ、バブと3人で行きます。バブどうせ飲んじゃうんですよ。そうです。で、何ゆいなちゃんからだと、はい、投げ銭入れないといけない。そうですね、はい、買っていくら、焼いていくら。いや、そうなんです。あ、インセンティブでいいじゃん。今日は私が売った場合にはいくらだって言って。あー、やっぱほら、そういうの通用しないんですよね。もっと取られるんですよ。あ、本当に。私は時給1000円じゃないって言われて。ああ。ちょっと、この間も知ってありましたけど、結構取られましたね。なるほどね。なるべくなら。なので、出店情報も今度。あ、わかりました。はい。説明欄、概要欄の方につけていきたいと思います。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。FUG フットボールアンダーグラウンドと、今日は春五郎ソーセージの、年末のご予定を聞かせていただき、はい、美人親子に、美人親子に、なんて言っていいか分かんないですけど、はい、では最後は、お決まりのチャオでお願いします。はい。はい。チャオ。